今週のルトワックですね、はい、ルトワックが中国経済についてちょろちょろって言ってたと、はい、いうことですね。これ月刊カナダの、はい、インタビューの前の段階、雑談のとこですね、言ってたと。いやもうね、この人ね、おしゃべりするの大好きなんですよね、この人。いや、そうです、はい、だからインタビューの本、これから本ちゃんのインタビューですよっていう前とか後とかに、お、何それっていうネタをね、結構ぶち込んでくるっていう、はいはいはい、あるんですね。まあ、今月のルトワックは、産経の方まだ出てないのかな、うん、どちらかというと、その、ヨーロッパはなぜ戦わないのか、的な戦士の文化を、はい、まあ、話をしてるんですよ。うん、で、まあ、それはそれでちょっと置いといていただいて、はい、今回はちょっとその、こぼれ話的に僕とちょっと初めに雑談で出てきた話がこれです。うん、お前、テムって知ってるかって話を。はい、来た。で、いや、テムって、あれでしょう、ね、安いとこっす中国の、まあ、要はアマゾン潰しを考えてですね。アマゾン潰しなんですか、あれ。あれはアマゾンとかも潰すっていうか、まあ、楽天とかも危ないですよ。あれは、要するに、物販のサイト、うん、そうです。でという認識でいいんですか。で、赤字でもいいって考え方なんですよ。どうそう、すごい安いらしいですね。だから一件4000円ぐらいは全然赤字でもいいよと。むちゃくちゃもう激安で叩いて、もうここで買うっていう習慣をつけさせてしまえば勝ちです。でも日本の中ではあんまり広まってないっていうか、カードの情報を取られた的な話をしてる人が僕は X でちょっと見たんですけど、まあ、そう、カードの情報取られちゃいますんで。ただあと、まあ、スマホで買うとアプリ入れちゃうんで、うん、あ、いろんなもの盗まれる可能性あるんで、やるならTikTok と同じで、あのブラウザーで買い物するというのが、まあ、せめてもの抵抗ですよね。せめてもので、ここでアメリカでもそのテムってめちゃめちゃ今流行ってんだと、はい、で周りがそういうのを次々と買ってるらしいんですよ。まあ、でもアメリカ人は買うでしょう、うん、だって安ければいいんだからっていう割り切ってる人いますよね。割り切りはアメリカ人は、アメリカってそういう安いもんだったら全然いいやって平気で乗り換えるじゃないですか、はいはい、日本ってなんか変にこうロイヤリティがあるというか、うん、その忠誠心みたいな、うん、なんかどっかのサイトを使い続けてるんだったらずっと使い続けようかなみたいな、はい、ちょっとそういうとこありますよね、うん、はい、アメリカの人ってそういうのなくて、うん、例えばあの車で、これ僕もちょっとあるんですけど、昔ね、1975年だと思うんですけど、うん、アメリカに最初に韓国のヒュンダイ入ってきた時に、うん、ポニーっていう伝説のボロい車があったんですよ、はいはい、で結構それ2000年代の初めの頃まで残ってて、僕も見たことあるんです、うん、はい、今でもアメリカで走ってるかな、あれ、カナダ、僕、はい、カナダで見たんですけど、うん、ああいうのって普通警戒して、うん、あんまりこれ怪しい車だって普通みんな買わないんですけど、実は韓国はあれのポニーを大量に輸出してて、であれでヒュンダイ自動車がこう上がってきたっていう歴史があるんですよ。壊れる車としても有名だったんですけど、昔アメリカ人の家に行った時に、日本製で、まあ、アメリカ人の家にどこにもあるビデオデッキ、うん、こっちはソニーとかパナソニックとか、はいはいはい、あの東芝とか思うじゃないですか、はいはい、はいはいはい、不内だよおお、来た。だからまあ日本人はビデオデッキ買う時に3万円ぐらいで、うん、そこそこの機能がついたやつを買おうとするじゃないですか。そうですね、そうですね、はい、そう、5万円とか3万円とかで、はい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 、ところが不内は1万円とかで出したわけですよ。あった、そしたらアメリカ人はもうそれでいいっていう、はい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 、そう、なんか割り切りますよ、あの人たち。安いんだったら何でもいいやみたいな、うん、だからあの液晶テレビが出た時に、はいはい、ソニーとかシャープの方が綺麗だったけど、はい、安いサムスンが出た時に、そう、あっさりサムスンにあっさり、そう、乗り換え、やっぱ3分の1ぐらいの値段だったんで、ですよね、一気に広まるっていう。逆に今サムソンの方が映像もいいっていう、うん、ね、うん、ところがそれに今度は中国製が入ってきてっていう話で、はい、この話テムの話になったんですよ、うん、なんでって聞いたら、いや実はね、今アメリカ人が、うん、ウォルマートとか、うん、ああいうところに行かずに、うん、まあ、少なくともあのワシントン DC の周辺の人間は、うん、みんなテムで買い物してんだよと、安いからっつって。ウォルマートも安いんですよ。
もともとね、はい、そうそう、でウォルマートが来たら、うん、半径10キロの商店は潰れるっていう、ありましたね、だから、はいはい、ウォルマートが来たら、うん、人生の7割はウォルマートで消費するっていう人生になるんだっていうことでウォルマート反対運動がアメリカであったんですよ。ありましたね、はいはい、ありました。それぐらい破壊力あるんですけど、そのウォルマートキラーが出てきたっていうのはテムだった、テムだったということらしいんですよね、恐ろしいな周りが、はい、で、まあ、中国経済今やっぱ大変なことになってるんだろうっていうのは彼のまず話なんですよ、はい、うん、不動産価格が落ちてる、うん、で当然のごとく中国の、そのなんていうか消費をしようっていう気持ちが起こらない、みんなその節約してる、はい、つまり本格的なデフレが始まってると、うん、でこれは、僕がもうすでにあのボイスの方で取材したのと同じくですね、うん、LA の、リチャード君ですか、うん、はい、あのハーバード大学の研究生も同じこと言ってました、はい、ということです。まあ、それと同じようなことをやっぱ彼も言っておりまして、デフレが始まってるんだけど、うん、習近平何が問題かというと、うん、まあ、リーマンショックの頃のアメリカや、うん、まあ、日本も最終的にはこれ90年代の後半の方にありましたね、はい、まあ、補填するとか、はい、そういうことするじゃないですか、やっぱデフレを回避するためにというわけじゃないんですけど、マネーを結構ばらまくっていうことをやるはずなんですけど、実は習近平はそれしてないと、うん、じゃあ何をしてるかというとインフレを避けたい、うん、っていうのはやっぱ気持ちがすごくあって、うん、なぜこのインフレになるとやばいというふうに彼は警戒してるのかというと、国民党がやっぱりインフレやっぱやっちゃって、うん、中国国民、あの、まあ、中国が中華民国だったと、はいはいはい、あれの記憶をやっぱり共産主義の人たち持ってる、共産党の人たち持ってるから、うん、ああいうふうにインフレにするのはやめようってことで、まあ、デフレになってもいいという状況を今相当やってる、うん、その中で出てきたテムが、はい、まあ、ほぼダンピングのような形で海外に輸出してる、これは異様な安いものが今アメリカに入ってきてるよっていう説明をルトカしてたんですよ、カジュアルに、うん、はいはいはい、普通に、ほうほうほう、まあ、でもこれはね日本でも多分今もう買うと思いますよ日本人も相当来ますか、あのぶっちゃけアマゾンで売ってるものはテムで仕入れてアマゾンで売ってる人いるんじゃないなるほど、そう、なるほど、そう、これできちゃうなっていう感じぐらい、まあ安いドロップシッピングっていうか、うん、もうそのままできちゃうなっていう感じですよ、確かにね、はい、はい、でそうするとですね、アービトラージですよアービトラージ、じゃあちょっと手堅く買いたいなと思ってアマゾンで買ってるんだけど、はい、実はテムから来てる、テムから来てるっていうはい、ありますね。でこれ今ねアメリカ経済にこれが続くと、まあ、どこまで続くか僕も分かんないですけど、うん、まあ、あのルタカカジュアルに言ってたのはこれがアメリカ経済にデフレという形で波及するんじゃないかと、うん、いうことを言ってます、はいはい、でこれあまりに安くダンピングみたいな形でアメリカに物が入ってくるんで、うん、今までアメリカはその対中政策に関しては経済制裁、はい、でこれは保護主義的なことをやるのは、うん、その最先端のものに限ってたわけじゃないですか、うん、まあ、半導体とナノテクとか、うん、まあ、そういう、はい、なんかその最先端のものだけに限ってたのに、うん、今度は安いグッズまで異様に安くこう流れ込んでくるんで、いずれ、まあ、これはルトクの見立てですけど、はい、バイデンは経済制裁というかその貿易、うん、関税をこういう安いグッズにもかけるんじゃないかと確かに言い始めました。確かにね、うん、あのキャンプ用品とかね、例えばいろいろ買ってたら10万円ぐらい、はいはいはい、テントとかなります、なります、まあ、そのコンロとかね、うん、みたいなやつとか買ったら10万円ぐらいになるようなセットがあるとするじゃないですか、はいはいはい、寝袋とか、うん、あれね多分本当に1万ちょっとぐらいで買えるんじゃないかぐらいな感じなんですよ、ほぼ原価みたいなね、見てたら本当に、はい、そうだよな、そう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 、だから10万ぐらいのやつが1万円ぐらいで、これだったらなんか捨てちゃってもいいみたいな、スノーピークのあんな強烈なもう高価なやつを、あんなダメですよ、1年に1回に3回使えばいいぐらいのやつを、はい、うん、まあ、1万円でいいから1回使えばいいやみたいな状況ですか、その 1回使えばいいっていうのはね魅力的なんですよ、確かに、ね、やっぱキャンプ行って洗うのめんどくさいじゃないですか、はい、捨てて帰ってきたいみたいな捨てたいみたいな、あ、そう、なるほどね、そう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 、だから、はい、でこういう状況がある中で、はい、これもし、まあ、まあ、ルトワクの言うことがもしあの本当に起こったとして、まあ、分かんないですね、うん、未来だから、はい、まあ、まだ何もやってないですけど、はい、もしバイデン政権がその中国から入ってくる安いグッズにガンガン関税かけるみたいなことあったら、うん、先ほど あの前半にちょっとやりましたあのウエスタッドの議論ですよ、うん、構造的にもうこれ米中衝突コースっていう彼の言ってる議論がますます
行くと説得力を持って来てしまうんじゃないかっていう。なるほど、ね、構造的にやっぱりもう米中ぶつかるしかないよねっていう方向に僕は改めて行くんじゃないかということをちょっと実感したということなんですよ。はい、奥山雅史のアメリカ通信の動画をご覧いただき誠にありがとうございます。動画の高評価、いいね、チャンネル登録もぜひお願いします。アメリカ通信では毎日18時に、動画配信、毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますので、ぜひご覧ください。